ミハイル・バルクライド通り、ミハイル・ボグダノビチ・バルクライド通り、1761年12月27日から1818 18年3月26日は、ナポレオン戦争時のロシアの軍人。元水。17世紀にリガに移住してきたスコットランド貴族の家系。リフランデアのロシア併合後、ロシア国籍となる。西欧では、 英語読みのマイケル・アンドレアス・バークレー・ディトリー、マクル・アンドレアス・バークレー・デトリーとして有名。父のベイン・ゴリド・ゴッタルドは短期間将校として軍に勤務し、中尉で退役した。母のマルガリータ・エリザベータは、大々スウェーデン軍に勤務する貴族のスミッテン家、出身。バルクライド・トーリは、リフリャンディアのパムシスに生まれた。当時の多くの貴族と同様に、家庭教師から学び、 1769年12月、騎兵総長に任命された。教育終了後、プスコフ騎兵連隊に配属され、1778年、騎兵将尉に任官し、1783年、陸軍将尉となった。1786年、中尉として、フィンランド両兵軍団第一大隊に転属し、軍団長、フリードリッヒ・アンガリツキー伯爵の副官に任命された。 まもなく、千人副官となり、大尉に昇進した。1787年から1791年のトルコとの戦争時、郊外の戦いで偉人を飾った、オチャーコフ行為戦。オチャーコフ突撃の功績で、バルクライは四等聖英ブラジーミル航空賞、ロシア軍で2番目に受賞を受され、少佐に昇進した。その後、ムケ兵連隊で勤務し、 カウシャヌイ郊外で戦い、アッケルマンを奪取した。1790年4月、フィンランドに移動し、スウェーデン軍と戦った、ケルニコスキ郊外の戦いで認められ、司令官のニコライ・サルトゥイコフ伯爵の副官となった。バルクライは、本部付属のまま、トボリフ氷連隊に配属された。終戦後、1791年に、 サンクトペテルブルク的弾兵連隊に転属し、1792年、反乱鎮圧のため、ポーランドに派遣された。本格的な戦闘は1794年春から始まり、バルクライは大隊長としてビリナに突入し、退却する敵を追撃して、これを撃破した。ポーランド戦役時の活躍に対して、4等、ゲオレディ勲章を授与され、中佐に昇進し、 同年12月には、エストリアンド両兵軍団の第一大隊長となった。1798年、大佐に昇進し、第四両兵連隊長に任命された。1799年3月、連隊の模範的訓練に対して、パーベル一世は、バルクライを少々に昇進させた。アレクサンドル一世の即位と共に、ロシアの国内外政策に変化が起こった。 陸軍の気候にも変化は及び、バルクライの連隊は、第三両兵連隊に解消された。ナポレオン・ボナパルトンの大陸軍との最初の衝突は、1806年12月14日、プルツク郊外で起こった。バルクライは、第77天銀不評連隊、三個両兵連隊、五個、騎兵中隊を指揮しつつ、ランヌ元水の部隊と交戦し、陣地の確保に成功した。 この功績により、バルクライは三等制ゲオルギー勲章を授与された。アイラウンの戦いにおいて、バルクライは死の防衛を組織しつつ、自らは騎兵突撃に参加し、右腕に銃弾を受け負傷した。傷はひどく、右腕の切断すら検討されたが、アレクサンドル一世は自分の主治医であるジェームス・ビリーへを送り、彼の右腕を救った。治療中、 アレクサンドル一世自らが見舞いに訪れた後、バルクライの地位は高まり、一党聖アンナ勲章と二党聖ウラジーミル勲章を授与され、1807年4月9日には、中将に昇進し、第六不評師団長に任命された。1807年11月、ロシアはフランスと締結したティルジット条約に従い、イギリスに宣戦復刻した。同時に、スウェーデンにも、 繁栄連合への参加が提案されたが、スウェーデン国王グスタフ四世はこれを拒否し、1808年2月、第二次ロシアスウェーデン戦争が始まった。当初、戦況はロシア軍に有利であり、海部クスゲブ電指揮下の部隊は、フィンランドの首都アボを占領した。しかし、進撃につれ補給線が伸び、スウェーデン軍の襲撃により、損害を増していった。 この状況下において、バルクライには遠征隊を率いて、フィンランドに侵攻することが命じられた。1808年6月、クオピーの死を占領し、スウェーデンのサンデルス大佐の突撃を撃退したが、間もなく病気になり、サンクトペテルブルクに帰らざるを得なかった。ここで、バルクライは軍事会議の議員となり、アレクサンドル一世への側近に加わった。 1808年12月、バルクライは、冬季に、ボトニチェスキー湾から、表情進攻する構想を提案した。この作戦のために、ピョートル・バグラチオン、ピー・シュワロフ、そして、バルクライの3個軍団が準備された。バルクライの軍団は、バス市から梅押しまでの、約100キロメートルの工程だった。1809年3月、この横断は成功し、スウェーデン軍は、 梅尾まで退却せざるを得ず、戦争の奇数は決した。この功績に対して、バグラチオンとバルクライは、不評大将に昇進し、バルクライには、聖アレクサンドルネフスキー勲章が授与された。作戦終了後、1810年まで、在フィンランドロシア軍総司令官権、フィンランド大公国総督を務めた。1810年1月、軍事総に任命され、 フランスとの戦争に備えた。1811年9月、一等、ウラジーミル勲章を授与された。また、ナポレオンのロシア遠征の際には、ロシア第一軍を指揮した。ナポレオン戦争終結後、バルクライは、ロシア軍の強化に全力を注いだ。バルクライは、トンデン兵の導入を公然と批判し、他の高官と対立したが、皇帝の信任は高く、 彼の地位には影響しなかった。1817年、皇帝の国内旅行に随行。1818 18年までにバルクライの健康は顕著に悪化した。医師の勧告により、業務を離れ、オーストリアの保養地だったマリエンバートを呼び、カールスバートで療養することにしたが、この旅行中に病状が悪化し、1818 18年5月14日に、 東プロイセンのインステルブルクで死去した。バルクライの葬儀はリガで行われ、遺体は当初エリム、後にベクゴフに埋葬された。プロシア国王、フリードリ・ヒビルヘルム三世はバルクライの最後の地に記念碑を建てた。ロシアでは1837年、サンクトペテルブルクの火山広場、1849年、タルトゥ。 1913年から1915年、リガンにバルクライの記念碑が建てられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。